寿司トーク。寿司トーク、私の話したいことというか、まあ前みたいなクイズ形式のねことがあるんですけど、ね、趣味っていうものがやっぱあるじゃないですか。その新しい趣味っていうかやりたいことがありまして、コレクションなんですよ。俺あれ集めてえなってめっちゃ思ったものがあって、うん、誰もやってないと思う。ほう、え、誰がこの世でね、あ、いや、ここがね、ここてかもう知ってる人でやってる人いない。ああいうものを俺は今後集めてって、その、まあ、ショーケースにさ飾ったりとかあるじゃん、うん、俺やるとしたらあれでやりたいなっていうのが今、うん、あれ世界でもいない。あ、世界はいると思う。それありきたり。いや、全然全然ありきたりじゃない。ありきたりではない。まあまあでもみんなが存在を知ってるだろうし、なんかむずいんだよね、言い方が、うん、なんかこれじゃなくてこういうものみたいなっていうのを集めたいわけですよ。なんでしょう、ね、それが何かっていうの、まあ、近しいものが出てったらそれも、はい、それみたいな感じでだんだんヒント解放されていく形式で、うん、こういうもの、徹夜でしょ。アンロックされていくと、アンロックしていきましょう、おもちゃでしょ。おー、おもちゃも入ってる、まあ、おもちゃです。おもちゃも入ってる。非常食とか全然違う。一番遠いわ。非常食コレクションで非常事態起こったら大変だな。それも結構おしゃれです、はい、はい、ボルト違うなぁ、まあ、気持ちはわかるけど、おもちゃも入ってる、いろいろなものでしょ。だからなんかこれとかじゃないんだよな。そうそう、ジャンルっていうかね、おもちゃも全然入ってる、うん、いろんなものがあるでしょ。ヤマハ製品と、うん、違うな。元から好きなの、哲也それ。いや、好きなん、これ好きって言ったら多分あんまりないと思うんだよね。だからこれ集めてたら、集めすぎたらおしゃれになるんじゃねって俺は思ったの。話題性もあるし、集めすぎたらそんなに熱いないでしょ。じゃあ俺ね、手に入れ方がわかんないんだよ。調べたんだけど、なるほど、むずい。俺ほんとどうしていいかわかんなくて今、だから困っててここで言おうと思った。ほんとは集めて、お前なんか最近すごいこれ集めてねってなった時にどうよって言おうと思って。いや、無理だったね、最初一歩目が始まんないんだろうな、始まんない。これは教えてほしい、どうしたらいいか。店とかあったら教えてほしい。うーん、趣味だからな。刀。あ、違った。あ、違うか。武器じゃないんだ。ワイン。おもちゃもある。クソかっこいいやつ。かっこいい時コルクかなと思って。60万のセラー。ちゃんとかっこいいじゃなくて、なんか集めすぎたらまあ逆におしゃれかなみたいな。歯車。時間好きだね、あんた。そういうの靴ひも。靴ひもじゃない。ローマ王朝時代っぽいやつ。ローマ王朝めっちゃ遠い。めっちゃ遠い。じゃあアジアか。まあアジアだね。アジア、アジアはある。アンロック、アジアアンロック。琥珀。虫が入った。あ、化石。それもおしゃれ。なんか自分が集めたいものいっちゃう。ほんとだよ。ボルトがいらんわ。おしゃれです、それは。だからそんなすごいもんじゃないんだよね。すごいっていうか、むしろタグ違うな。持ってる俺ら。付随物系、添える系。うん、もうそういうものだけど、じゃあ持ってない。エクモ。なんかね、じゃあ最初多分聞いたらはーんってなるかもしれないけど、奥深そうなのよ。一見浅いんだ。一見ってか、まあバカにされるようなものですから。なるほど。いや、俺それが欲しくてメルカリ登録したのよ。 で、ちょっとあった。おお。もうでもなんか種類が少ないんだな、世の中にありふれてるはずなのに。壊れまくった。あー、いい方向行ってる。ガラクタ。おお。いい方向行ってるよ。1993年生まれのもの。うわー、それちょっと離れたかな。錆びた。うん、違う。でもガラクタね、方向性としてはすごい。あ、あ、空き缶。違う。うわー、でも空き缶あるぞ。でもなんだろう、メルカリにちょっとあった。マンホール。すごい、すごい。ちょっと割れちゃった。すごいね。それはすごい。岡崎のマンホール全部なくなった。マンホール真っ先に置いたかれちゃうよ。古銭。違うな。そんなね、ちゃんとしないのよ。普通に手に入らないものだからね。個性はなんかさ、コレクターとしてすごいなんか、うん、いいじゃん。なんか公共物。公共物は集めません。一番集めてるか。ゴミでしょ。まあ、ゴミより近いよね、もう。まあ、知ってる人は知ってるけど、知らない人はゴミしかいない。ゴミ？知ってる人だって、詳しいとかじゃないと思うんだよね。もうバーっていっぱいあったら、お前すげえな、これよく集めたなみたいな。バカなんかみたいな。むずいな。プラモデルの枠。違う。あ、抜いた後。そうそうそう。どうやって手に入れるかわからんや。確かに。なんかの腕だけ。あー、違う。なんかの箱だけ。違う。壊れた腕時計。
あくまでも大半、半分以上は多分おもちゃっていうジャンルになってくるはず。車。違う。高貴すぎ。半分はちゃんとした車買うんだ、そして。そうだろう。わからん。ヒント2、ヒント2をくれ。芸能人の歯型。歯型じゃない。ヒント2。ね、手に入るものから、もう、なんて言うんだろう、その、手に入らない、もう、飾ってある、ドカーンってでかいものとかもあるわけですよ、その、ジャンルとしては。うん。その、でかいのは、たまにニュースになったりする。石ころ。違う。銅像。違う。銅像とかそういうジャンルよりも、どんなっていう。どんなって。むっず。土に埋まってたもの。違う。モアイ像みたいな。そういうことよね、その付随する言葉が。遺跡。違う、遺跡集める遺跡コレクター考古学者じゃん、もうそれ。尿結石の石石が被っとるわ。ニュースにならんだろ、でかいの出てきたってこんなんだでかいのが出たらニュースでかいのが出たらニュースじゃない。でもおもちゃか、おもちゃでもあるの超合金。違う。限定もの。ちょっとある。限定もの、サビタってそういうなんか年が経過したとかじゃない。なんだよ、むずいな。もうやめろか。おまんじゅう。はもう諦めたやん。ロボットのおまんじゅう。ロボットのおまんじゅう。ファイナルアンサー違いますね。それあったら確かにね、かっこいいけど。なんかスプーンで作った人形。違う、それもう高貴なし。高貴な、それは高貴。ガラクタでしょ、うん、ガラクタと呼ばれてしまうね、もう爪違う。なんかで作ったロボットみたいな感じか。いや違う、もう普通に売ってるもの。マンダラ系マンダラ系系ではないと。下手したらマンダラ系やってんだよね。のび太が集めそう。のび太は集めないな。この世で集めるとしたら誰だろう、あれ。恵比寿さんとかでしょ。あー恵比寿さんとかかもしれない。これこの世を、例えば哲也がそのこの世のものを全て集め切ったとするやん。どれくらいの部屋の大きさになる。いやもう倉庫だよ。うん、それ1個いくら。めちゃめちゃ小さい。いや物による物、いやもうクソ安いと思う。物によるおしゃれ置いていくな。捉えてたな、多分。シャリを。なんでそっちにさ、醤油あるじゃん。なんでそれ使わないの。かけちゃったんだ、かけちゃった。拳に置いてたよね、だってマグロ一回こう置いてね。意味わかんないよね。なーに、早く。なんだろう、俺のセリフだわ。じゃあ他にヒント言うとしたら、俺が見たのはぬいぐるみもあるし、うん、フィギュアもあるし、キーホルダーもある。年代物以外何見たって。クマ。違う。クマのやつもあるね、多分。木彫り。違う。氷。いや、もう、それはさまざま。変化のものもある。めっちゃむずい、意味わかんない。大学1年だか2年の時に芝プリで寮の元カノにもらったことがある、一回。ミンティア。なんで。あ、ご当地なんとか。あれだ、わかる、このヒント多分ね。あーあれ、俺なんか知ってるぞ、知ってるぞ。あ、知ってるぞ。わかった。はい、偽物の。そう、それです。おすごい。俺をもらった、ドラえもんの気持ち悪いやつ。めっちゃキモいドラえもんでしょ。めっちゃ気持ち悪いドラえもんもらった。留学先で買ってきたやつね。中国でそう買った。やばいもの、あれ。気持ち悪いドラえもんの、ドラえもんなのこれみたいな。いや、なんか赤い穴だらけのドラえもん。穴だらけ。そう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 。気持ち悪い、ありがとうって言ったもん俺。知らないやつね。誰が喜ぶのこれ、ありがとうってやつね。気持ち悪い、あれと思って。あの、絶対正規品じゃないものっていうのが横の世にいっぱいあるわけですよ。ああ、だからアジアとか行ったんだ。ドラえもんのわけわかんない丸いさ、なんかマリルみたいな感じのさ、はいはいはい、キャラとか、パワーモンスターっていう、そのポケモンのパクリみたいなパワーモンスターとか、あと、トーマスのトランスフォームみたいになんか変形するロボットとかあった。そういうのをコレクションして、全部バチモンで集めたいなって思ったの。それ面白いね。すごい話題、ね、話題性とかもあるし、うん、手に入らないもんだから、集めたら本当に達成感すごいと思うんだよね。多分どこで買ったらいいのっていう。もう中国行くしかないじゃん。売っちゃいけないもんね。中国の人。売っちゃいけないものを、うん、買ってもいいの。買ってもいけない。買ってもいいんじゃない、そりゃ。まあ、転売っていうか、そのメルカリとかで買うか、中古のお店で買うかだけど、どこにあんのお前、それめっちゃ送られてきそうじゃん、家に。確かに。それは嬉しいんだよね、本当に。じゃあもう来るよ。
でも本当メルカリとかあったら全然買うからさ、うん、ぜひ場所売ってる場所見つけたら教えてほしいのよ。そうだね。でも送られるのは違うでしょ。見つけたでしょ自分で。いやでも見つけ方もどうしようもないから、そのここで売ってますよはいいけど、あここで売ってますよ、送られるのはちょっと違くない。あ買って送るんじゃなくて持ってるのを送ってくるのは嬉しいけど、わざわざ買って俺に送るのだったら、あそれはもう白い場所を教えてほしいな、うん、それ申し訳ないし。そうそう、それだね。その買うコレクターとしてはちょっと違うね。その持ってた人の魂ごと俺がもらうなら全然俺嬉しいけど、もしあったら、ね、中国の店でもいいからそういうのの買い出しのもうリュック空っぽのリュック持ってって買いまくって帰ってくるらしいみたいな。財布偽物のルイ・ヴィトンにしてほしいな。高校時代の一旦韓国行くもう一回あの時の数千円のやつは高2の修学旅行を思い出す。火で炙ってたからな。日本人大須多いよ。大須ありそうだよね。あるあるある。服屋とかでさ、このスニーカーが5万円のやつが5000円とかある。何か偽物だって外国人に出てくる。てかなんか模したものじゃないんだよ。そのさ、ドラえもんに本気で寄せてるんじゃなくて逃げてるやつ。ポケモンって言うと歌えられるからパワモンって言うみたいな、そういうのが欲しい。だからちょっと海賊版ではないんだ。海賊版じゃないだから一応グレーゾーン。そうそうそう、グレーの商品が欲しい。アウトじゃない。うわっそれ戦力むずね。面白いな。これはアウト。これはこれあれやんっていう。別の商品名とかついたら最高だね。 Wii が B とか。あ、そうそう、 Wii のね、偽物の B があるの。そういうやつ。それあるよって言われたら見せてって言っちゃうもんな、絶対。そう、それがショーケースにつらーってこれあれの偽物でみたいな。へぇっていう趣味が始めたいけど、一歩目がどこにどう踏み出したらいいかわからないという話でした。うん、面白いと思います。ぜひお願いいたします。日本一物を集めることに向いてなそうなね。俺コレクト精神結構ある。あ、漫画もとりあえず分かるもんね。そうそう、コレクター収集癖あるから、たまったら収集癖あんのか。でもなくすじゃん。ショーケースは買っちゃいたいよ、だからもう先にっていうやつ。どこに置くの？分からん。怒るこれが収集したら、ここどっかにあったら嫌だ。なんでここに置くんだ。しっかりコレクトしていきたいと思います。はい、頑張ってください。頑張ってください。みんな興味ない。頑張ってください。